ああ来ましたね、ズーム。これ最長35、はい、35まで、わあ、いけるということで。マジで？そういうことですよね。35ができればもう満足です。ちょっと体験させていただいております。ちょっと一回飛ばして、はい、大丈夫です。じゃあちょっと飛ばさせていただきます。あー、でもこの割り当ての仕方がいいのか。こっちにズーム持ってこない方がいいんですか？こっちに、こっちにズームって持ってくるのって、はい、あんま良くないですか？いや、そんなことないですけど、うん、こっちの方がやっていた割り当てできますよ。はい、やりやすいですよね。こっちだとコロコロだから、そう、うん、行き過ぎちゃうとかっていう、自分でも回し続けなきゃいけないですね、うん、ですよね。ああ、悩ましいですね。どうしようかな。今ズーム一番速くなってるので。こっちですね。はい、あの速度がカメラ側に設定があって、ああ、はい、それもそうか、できるのか。はい、そうですよね。なんでちょっと力いかも、出ましやすいように早くしちゃって。悩ましいですね。OK です。これ皆さん自動離陸でやってるんですか、ハの字で上げるんですか？私はハの字が多い。自動離陸使ったことないな。まあでも手動でやってます。これで普通にあれですもんね、もうこれで運用が楽ですもんね。来ました。やっぱこ、あ、すいません、アサインが分かります。はい、ちょっとね、いろいろカスタムできますんでね。こういう感じで、このカスタム C2 を押しながら、このこっちですね、こうやるとズームができるわけですよ。あー、来ましたね、ズーム。これ最長35、はい、35まで、わあ、いけるということで。マジで？そういうことですよね。35ができればもう満足です。それでチルトは、ああ、チルトこっちね。はいはい。これで、わあ、さすがだね。16ミリ、だいぶ広いですね。いけますね。そして、あれやっていいですか？やっぱり。エアプレー、はい、大丈夫です。これですよ、これですね。これでも飛ばしながらやっちゃって大丈夫ですか？あんまり大丈夫だと思う。大丈夫ですか？はい。回転の時にジンバルが、ジンバルというかこれが普通に動かないと、あ、動くっていうかこう、うんうん、なっちゃうと酔っちゃうんですけど、僕がやりたかったのはやっぱこの回転時にこうバーっていけることがやりたかったんです。そうなんです。これ回った時ですね、回った時にちょっとまだ僕の慣れてないんですけど、回転したときに、そうそう、これですね、これ、はい、あー気持ちいい、そういうことですね。あー、これね、ありがとうございます。いい機能ありがとうございます。
エモい声だと思うんですけどね。中途半端になりました。 OK です。ありがとうございます。いや、ちょっと体験したかった、ズームとエアープレイモード。ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱ僕はその FP モードっていうかね、エアープレイモードがあることでこうギューっていう動きができるんで、それがちょっとやりたかった自分がいました。はい。ズームもできるんですね。ありがとうございます。ズーム対応していただいて。はい。だから一応、まあ、今僕24のレンズ持ってるんですけど、多分これのズームレンズ買ったらこればっかになっちゃいそうな気もしないでもないですね。楽ですし。はい。まあ基本僕だから空飛んだ時にパリッとした絵を撮るんで、うんうん、そうした時に大体 F 値を8ぐらいにするんで、うん、そうなると別に1.4 までいらないなっていうパターンになってくると、うんうん、多分このズームレンズがだいぶメインになってくるんじゃないかなっていう感じはありますけどね。それで35が撮れるっていうのがまたいいかもしれないですね。寄りながらね、いける感じと、で引きのバッチリワイドに16でいく感じやらせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ああ、嬉しい。